頂点を極めるのがこの俺様だ。さあ、こんにちは、川久です。キッズが泣いてます。そして頂点を極める方との対戦になります。お願いします。今回は友人ミニアンのねスーパーレア孫悟空使ってきますからの、これユニット組めるんでね、ベジータとトラック青年期でユニット組んでいきます。では各仮面スーパーエシノン、ピッコロ SH、 孫悟飯 SH。 さあ、お願いします。さあ、ということで今回はね友人ミニアンの孫悟空使っていくんですけど、ユニットがね、敵チーム全員、こっちのチーム全員、両チーム全員の気力を超ダウンと。で、その間先鋒持ってるんで、ダウンしたところでまた、なんでしょう、またつか、気力を回復。で、ご飯とピッコロメインで、まあ、気力回復はそう、なんでしょう、問題ないかなと。で、そこから2ラウンドに決めていくと。で、ゴッドメートルとかが来るとめんどくさいんで、スーパーシーノ入れてます。って感じですかね。やっぱこの UGM2 弾終わり後に使ったデッキは UGM3 弾の戦闘の方でもやっぱり使われますね。まあ、それはもうどの弾でも一緒で、結局新しい弾のカードってまだ信用できないから、みんな使ってんのを見てデッキを こんな感じにしておこうかなって感じでやっていくんでしょうね。だから中盤後半はまあガラッとデッキ変わっちゃうんじゃないですかね。また OK、 気力ダウンは刺さるかな。じゃあ、悟空ゼノいる。あ、レンマですね。チャージは早くできないと。まさかのキーソード悟空ゼノいるんだ。あんまり最近見なかったですよね。これでいきましょうかね。頂点を極めるのがこの俺様だ。まあ、流星来るのも分かってるんで、流星とかも多いと思ってるんで、カードアクションバッチリ入れてるんでね、そこは良かったかなと。キーソードとゴッドメテは封じてるんで、このなんだ、ウィルスじゃなくて何でしたっけ、ウィスが強者領域じゃなきゃいいかなみたいな。ヒーローなんで何かわかんないですね。 OK、 こっちは後発動なんでラッキーと。強者領域じゃないことに乗る。OK、 威力回復は美味しい。あ、未知数なんでゴッドメテオスね。プラチェン？あ、レンマスね。オッケー。オッケー。さあ行きましょう。さあヒーロー連携。さあ行きましょうか。鍵持ってるから鍵下げたいな。一応。ミラクル出ていく。オッケー、最速かな。いや、相手最速だな。やべえ、ちょっと目が慣れてない。あー、よかった、助かった。これは助かりましたね。あ、鍵違うか、関係なかった。さあ行きましょう。まあ、こっちのミラクルは封印されてるんでね。 OK、さあ行きましょうか。さあ、ゴッドメテ打てないのは美味しい。さあ行きましょう。エリート気絶してくんねえかな、とりあえず。エリートじゃねえ、 BS。 OK、 まあいいでしょう。強い強いな、トランクス。さあ行きましょうか。まあいいでしょう。ミラクル相手に出てほしくないんで。 OKOK。
OK。 戦闘力制限したとしてもユニット組んじゃうんで気力回復いないですよね。戦闘力制限かけてくると思いますね。お、かけてこない。 OKOK。 戦闘力3倍だとしてもここでユニット組んじゃうんで、さあ気力ダウンさせちゃって、 OK。 ということで、さあ2ラウンドのエンペラータイム入りましょう。さあどうですかね、流星気力ないんで OK。 あ、ブロックバストか。固定3000も入るんでね。ただカードアクション来るんでね、いいっすね。この何でしたっけ、 DM 型のトランク静電気、2ラウンドまで敵に与えるダメージと気力ダメージは2倍になるんですね。だ3ラウンドになっちゃうと 70% ダウンしちゃうんで、だいいとこエリート勝ってBS の投手爆発入ればいいかなと思ってますね。だからエディート、仮に負けたとしても、カードアクション豊富なんで、カードアクションでも攻められるしって感じですかね。OK。OK。投手爆発は美味しいと。で、貫通。いいっすね。さあ行きましょうか。さあ、猿。レンマがいるんでね、どうしてもチャージは速くならないですけど、別にそれが問題じゃないんで。流星が下がってる時点でダメージある程度入るんでね、貫通で、あの初代の赤仮面で。さあ行きましょう。いいっすね。さあヒーロー入っちゃったみたいな、強い。さあ行きましょう。開いちゃった決めどころで開いた。あノーチャージ、ちょっと諦めモードですかね。 OK。そうですね。さあ今回の主役はね、SR レアで、最後にコモンと、もうここら辺の3枚が頑張ってくれましたね。まあやっぱカード力よりもね、ちょっとカード力も大事ですけど、いつもカード力でお願い頑張ってもらってるんですけど、だこういうねアイデアになるデッキも楽しいんじゃないかなと思いますんで、皆さんもね、いろんなデッキ使って楽しみましょう。最後までご視聴ありがとうございました。トークでした。